どうも、ハルガットです。皆さん、ロケットランのニャースって知っていますか？人の言葉を話すポケモンとして有名ですよね。そこで今回はニャース以外にも人の言葉を話すポケモンがいたという話をしていきたいと思います。では関係ないけど、ニャースの声優さんは俺の親父と小学校が一緒の同級生なんです。しかも結構仲が良かったと親父が言っていました。これ地味にすごくない？というわけでよかったら最後まで聞いててください。ニャース以外にも喋るポケモンをまとめてみた。ロケットランのニャースは普段から人の言葉を理解し喋るポケモンですよね。ニャースが喋るようになった理由は過去の動画で説明しているので、見てない方はこちらの動画をご覧ください。今回はニャースの他に人の言葉を喋るポケモンがいたので、いくつか紹介していきたいと思います。まずはこちら、アニメ初代無印編20話でのゴース。ポケモンなのになぜか人の言葉話していましたね。十字架が苦手らしいですよ。十字架が苦手とかドラキュラかっていう固定概念は捨てた方がいい。いや、最近俺のツッコミがペコパに似てると言われたから、あえて寄せに行こう。次はこちら、劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲でのミュウツー。まあ、ミュウツーは人工のポケモンなんで喋っててもおかしくはないですよね。声優は市村正親さんです。いや、めちゃくちゃかっこいい。こんなダンディーなかっこいいおじさんになりたい。他にも劇場版ポケットモンスターでは喋るポケモンが結構いました。劇場版2作目のルギア爆弾ではルギア、あ、ヤドキングも喋ってましたね。ルギアの声優はあの山寺宏一さんです。ヤドキングはなんとダウンタウンの浜ちゃんです。なんだかな、全然似てなくて草。いや、もはや草すぎてフォレスト。劇場版3作目の決勝の塔の帝王エンタでは、エンテイが喋ってるんですけど、この声優は竹中直人さんでした。劇場版8作目のミュウと波動の勇者ルカリオでは、ルカリオが喋っていましたね。ルカリオの声優は浪川大輔さんです。わかりやすいのに言うと、ポケットモンスターサン&ムーンのロトムズカンの声もこの方が担当しています。あ、ちなみにロトムズカンの真似は僕めちゃくちゃうまいです。ロトムラト、ロトロトちょっと高くやっちゃったかな。他にも劇場版では喋るポケモンがたくさんいたり、声優は実はあの方というのが結構あったので、この動画が好評だったらまた紹介したいと思います。とまあこんな感じで人の言葉を話すことができるポケモンについてでした。喋るポケモン意外と多くてびっくりすることはない。僕たち人間だって喋るんだから。ちょっとでもこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録や、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。